今日は雨か。そういえば雑誌の週間予報に書いてあったような。もしかして キーヤ、また入り込んできたのか。最近あんまりなかったけど、どうしたのかな。しずくちゃんと遊んでる夢みたいだな。まだ明け方だし、もう少し俺も眠るか。 DG 教団の巫女、500年前の時代の出身か。教団の残党がいなくなって、危険が及ぶこともなくなった。もう家族も残っていない以上、下手に記憶を取り戻さない方がいいかもしれないけど。今はクロスベルの治安を守ることに専念しよう。この子たちが安心して暮らせる毎日を守るためにも。どうやら今日は一日小雨が降り続くみたいだな。夜にはちょいと荒れるらしい。そうですか。動力者が支給されたから、一通り郊外も回ってみようかと思ったんですが。まあ、ドライブ日和って感じじゃないのは確かだね。残念です。ところで、昨日私たちが街道で遭遇した人についてはまだ続報はないんですよね。ああ、一家でもまだ確認できていないようだ。サウといい、レクターってやつといい、一筋縄じゃいかない連中ばかりだな。ええ、昨日会った男はそれ以上に危険な雰囲気をまとっていました。落ち着いているけど、得体の知れない凶暴さをにじませているというか。確かに虎みたいな雰囲気がありましたね。その気になればあっという間に襲われて食べられちゃいそうな。ゾッとしない例えだけど、確かにそんな雰囲気だったわね。テロリストか両兵、どちらも考えられそうだけど。うん。となると旧市街あたりで情報収集するといいかもね。ナインバリの女主人とかいろいろ知ってそうな気もするし。交換屋のアシュリーさんか。元武器商人で裏の世界にもいろいろ詳しいみたいだけど。確かにそういう意味では訪ねてみる価値はありそうね。ま、せいぜい頑張れ。ただお前たちがあくまで支援家だってことは忘れるな。傍聴方面に気を張りすぎてると本来の役割を見失うぞ。わかりました。とりあえず端末で支援要請をチェックしよう。ええ、わかったわ。お疲れ様です。あれ、報告またよろしく。
出ている緊急要請は全てクロスペル市内だな。この程度の数だったら一通り片付けても良さそうだ。財団の依頼もティオちゃんが関係しているかもしれないし、モモちゃんの依頼もできれば聞いてあげたいわね。では緊急要請を片付けながら旧市街の交換屋を訪ねるんですね。なあ、そうしよう。ま、雨も降っていることだし、ぼちぼちやっていこうか。
Thank you.
Thank you.
やっぱり怪しい店だな。そうね、何度来ても慣れないというか。とりあえずアシュリーさんに例の男について聞いてみましょう。
ー